鳥取市佐治、アストロパークは、鳥取県鳥取市佐治町にある、天文台。1994年7月に開館。天文台庁に、国立天文台を体感した、高西博喜氏を、園長には、香川大学名誉教授で、天文学者の小山真を迎えた。合計103センチメートル反射望遠鏡、プラネタリウム、宿泊施設等がある国内有数の、 公開天文台。開館当初は日本一の反射望遠鏡であった。IAU の天文台高度は867。103センチメートル望遠鏡を用いて小惑星を捜索したり資料用に撮影した写真から検出するなどしており、これまでに22個の小惑星を発見している。毎日の夜間観望会やプラネタリウム投影はもちろん、 特別な天文現象などに合わせたイベントや展示、地元の方々の協力で実施する、星祭り、月祭り、冬場のたくさんの雪を使った、雪祭りなど、様々な取り組みを行っている。開演と共に、佐治慶造が名誉園長に就任した。佐治アストロパークのイメージアップを図るため、佐治村長が村名と同じ名前の佐治慶造に対して、名誉園長への就任を依頼した。 佐治は、佐治村出身でもなければ、佐治村に縁もなく、たまたま苗字が同一であるというだけであったが、佐治は心よく引き受けた。佐治アストロパークのオープンに先立ち、平成6年2月6日、財団法人日本宇宙少年団理事の松本、玲次が、講演会を佐治村で行った。また、松本は、オープン記念祝賀会に招待され、出席した。 平成6年7月30日、日本宇宙少年団鳥取アストロ分団の決断式が行われた。決断式の後には、松本零士によるトークショーも行われた。サジテ天問題で発見し、確定番号登録された小惑星は22個ある。小惑星を発見すると、その小惑星に名前を提案する権利が与えられる。 サジアストロパークは発見した22個のうち17個の小惑星の名前を提案し命名された。サジに関するもの、鳥取市に関するもの、鳥取県に関するもの人名し毎年。ありがとうございます。